はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばでございます。はーい。えー、びーっとしてますね。気持ちいいですね。ねえ、みけたん。かわいいですね。はい、え皆、ー、さんね、どうも、おはようございます。えーとね、えー、まあ、今日、あの、那覇市、えー、雨です。はい、雨。はい、雨でございます。昨日ね、まとまった雨が夜中にザーッと降ってきたんで、まあ、 思わず起きました。すっごい音でした。バケツをひっくり返したようなね。えー、そんな感じの、まあ、雨でございました。おかげで今日涼しいんですけど。<laughs> はい、今日涼しいです、えー。今日は渋袖のワンピースを着てても、なんか耐えられそうなあの雰囲気になってますね。なんか25度以下だと思います。はい。まあ、本当ね、このぐらいの気温がね、過ごしやすくていいんですけど。はい。えー、まあね。 何と <laughs> いうか、これ、昨日ね、えー、ライブの時の、あのー、まあ、コメントでいただいてたんですけど、ライブの時にね、えー、私ね、あのー、まああ、ヨーロッパね、今どういう状態なのかっていうことを言ったんですよ。ちょっと天気が悪いというか、気温が低いみたいですよね。気温が低くて、なんかあのー、何て言うのあのー、パリ五輪ですね、パリ五輪。 はい、パリ五輪のインタビューで、通る人たちが、何、えー、て言うのかな、ダウンジャケット着てたんだ、えって思いましたみたいなね、ことを言ったんですけど、どうやら本当みたいで、えー、ドイツに住んでいらっしゃる方からコメントをいただきまして、えー、本当に寒かったと。はい、ヨーロッパ。はい えー、ドイツに住んでらっしゃる方です、えー。コメントをいただきまして、めちゃくちゃ寒かったのに、えー、テレビではね、テレビのニュースではあー、まあ、この春一番の暑さだって言ってたって <laughs>、何のこっちゃって思ったって言ってました、あの、書いてくれてました。はい。本当に何のこっちゃですよね。はい。えー、まあ,あー、変な話なんですけど、 えー、火山の噴火すごいですよね、世界でね、世界中で。まあ、あ日本でもね、あの、諏訪の瀬島なんかが最近ね、2、3日前に、あの、ボホーンって、ね、行っちゃったんですけど、はい、いまあ、行ってはいないんで、まあ、なんていうのは、まあ、ふん,ふんのか、したんですけどね、諏訪の瀬島が。そんなに大きくないんですけどね。でもね、世界各地でね、本当にあのー、結構な量の火山が噴火してます。なんで、火山ガスですね。 はい、火山ガスが大気中に溜まってる可能性がありますね、えー。この火山ガスが大気中に溜まってしまうとどうなるかというと、えー、冷却化します、はいあの。温暖化の反対になりますね。はいえー、寒冷化してしまいます。はいえー、これがあー平成の米騒動の原因でした。 なんかね、今年もそれっぽいような気がするんですよね。まあ、ああの、なんていうのかな。エネルギー危機の昨今では、あまあ,あ、暖房はな、暖房じゃなくて冷房ですね。クーラー使わなくて済むので、空調を入れなくて済むので、ある意味ね、えー、天からの助けみたいな感じなんですけど、まあ、作物は育ちませんよね。 えー、やっぱりあの変な話なんですけど、ちぼきょう正しいですね。もうしつこく言いますけど、ちぼきょうは正しい。はい。もうね、えー、そういう感じです。でもって今日ね、朝のニュースをチェックしていたら、やっぱりな、激化してます。はい。えー、チェアーの国とね、えー、例のね、浜ちゃんのね、えー、いざこざが激化しております。はい。<laughs> これ、収まりつきませんね。 はい。えー、なんで、えー、まあ、どの時点でアメちゃんのね、えー、燃料に切り替えるのか、備蓄全部使っちゃってから切り替えるのか、まあ私はそうではないと思ってます。はい。えー、<coughs> なんで、えー、なんて言うのかな。備蓄がまだある間に、アメちゃんからエネルギー入れるんじゃないかと踏んでいます。はい。 えー、まあ、これ、まあ、いろんな事情を見るとね、そういう感じになるんじゃないかなと思っております。はい。えー、まあ、この辺はわかりますよねえ。騒ぎ出しますから。はい。騒ぎ出しますから。<coughs> <coughs> まあ、そういうことになってくるとね、K、えー、の断念とかね。はい。 あと、野党とかね、いろんな人たちが騒ぎ出すんで、こういうのを見ると、高くてもね、ええー、まあ、まだちょっとね、在庫があるうちに買うんじゃないかと見込んでおります。はい。まあ、沖縄はもともと、うん、ちゃんから入れてます。ごめんなさいね。<laughs> ええー、喉をガラガラしてます。すいません。 朝からカレー食べちゃいました。はい。昨日の夜カレーを作ったんで、えー、カレーをね、食べたんですけど、まあ、辛いの食べると喉おかしくなるんですよね。申し訳ございませんね。はい。えー、まあ、そういう感じでございます。はい。えー、まあ、でも甘口なんですけどね。はい。甘口なんですけど、 おー私、辛いのがちょっと苦手なんでね。はい。甘口なんですけど、それでもカレーを食べると喉が、うん、って感じです。はい。えー、皆さんね、なんかあ、本当にそういう感じになりそうです。なので、一気に全部が、まあ、なくなるっていうことは、まあ、ないんじゃないかなとは思います。いろんなね、政治的な状況を考えると。はい。えー、K の断蓮さんとか、 わかりますよねここら辺ね経能の団連さんとかまあ,あ自分たちがね、えー、の何て言うのかなあ支えてくれている大企業がね工場を動かせなくなるんでこれはやばいんでね、えー、お金まあ高くても入れてくれっていうことになるんだろうなとは思っております。はいなんでね、えー、まああるまあある方がね全部数週間ね えー、停電しておかしくなるみたいなこと言ってますけど、えー、どうなのかなと思ってます多分ねあのこういった政治的な圧力が内側からかかってくるんでまあ難しいんじゃないかと私はあ踏んでおりますここら辺まだわかんないんですけどね来てみないとはいとりあえず激化しているのはあまあねお分かりいただけると思いますとりあえずねあのニュースは貼っておきますはいニュースは貼っておきます えー、激化しております、はいえーまあ、いい方向には全く動いていませんよということですね、えー。まあ、備蓄されちゃってくださいね、早くね、えー。まあ、太陽フレアのことはもうどうしようもないんでね、人間ね。はい、人間どうしようもないんで、まあ、これが来たら、まあ、ね、なんとか、快適に過ごせるようにやっぱり備蓄をしておく以外ないですね。はい、まあ、そういうことでございます。 はい、えー、まあ本当あのー、太陽フレア,ア X30 なんて言ったらあ,あれですから稼働中の,あの弦のパッツンさんも言っちゃいますからもうこのことなんで言わないんだろうって思います昨日もね見たんですけど言ってませんでしたねはい相変わらず新しい動画でも、えー、まあ何で言わないのか分かりませんはい私にははい。 えー、理解できません。何か原子力村と、つながりがある人なのかなーって、ちょっとだけ思っちゃいました。頭をよぎりました。はい。まあ、そういう感じですね。えー、でもってですね、えー、まあ,あー、その場合の対処法はね、あのー、 昨日詳しく述べてるんで、えー、まあ、見に行ってください。よろしくお願いいたします。朝の雑談でね、あんまり話すとね、えー、長くなっちゃうんで、雑談がね。まあ、あの、本当あの、タイムラグがあるんでね、タイムラグがあるんで、そんなにね、あの、まあ、ああ、なんていうのかな、ーええー、まあね、タイムラグがあるということは事実なんでね、ええー、まあ、まあ、なんていうのかな、あんまりね、 えー、そのことばっかり考えてもね、あのおかしくなってしまうんで、まあ,あ、頭の隅っこにね、入れる程度でいいと思います。まあ、昨日お話ししてますからね。でもってですね、えー、ある方からあーこんな質問をいただきましたあ。質問っていうか、まあ、答えてるんですけど、よく私の説明が悪かったようなんで、えー、もう一回説明しますね。小麦粉とかお米の備蓄の方法です。えー、まあプラスチックでできたあ 保管容器がありますよね。保管容器。なんていうのかな。医療ケースみたいなやつ。はい。あのー、お洋服しまっておくような感じのやつ。あれ、あのー、売ってますよね。ホームセンターとかで。えー、まあ、一段一段のやつも売ってますし、三段、なんていうのかな。こう、引き出し式のも売ってるんですけど、私は引き出し式じゃないやつを使っております。はい。保存容器ってあれ、あのー、なんていうのかな。 あの、米びつとかではありません。はい。保存容器っていうのは米びつとかじゃないんで、そういったね、衣装用の、医療用の,あのケースです。あの、衣替えの時に使ったりするやつですね。はい。わ、えー、かりますよね。プラスチックでできた四角い箱でございます。あの箱の中に、えー、まあ、一番下にね、やっぱり唐辛子を置いてください。で 箱から出さない、あ、なんて、袋から出さないでください。お米とかね、小麦粉なんかは袋、開けないでください。開けないで、そのまんま、あ唐辛子を敷いた上に袋を並べていくんですよ。これは、あのー、何個ぐらい並べるのっていうご質問があるんですけど、これはね、あのー、その箱ですね。 箱の大きさによりりけなんでえ、これは様子を見ながらあ皆ささんやってくださいで。まず一番下に唐辛子を敷いて、その上に小麦粉やらね、えー、お米の袋を置いていきます。袋ですよ。出しちゃダメですよ。中身をね。はい。袋を置いていって、で、またね、えー、間に、なんていうのかな縦、縦と横の間に唐辛子を入れていきます。 で、えー、もう一回その上に袋ごと重ねます。はい、袋ごとね、出しちゃダメですよ中身をね。はい、えー、そういう風うにあのして、まあ一番上にね、えー、まあ、蓋をするところの一番上のところにも、まあ、唐辛子を置いていて。 で唐辛子は輪切りのやつじゃなくて一本一本のねあの高の爪にしてくださいはい高の爪ですはいわかりますよねあの唐辛子輪切りのやつじゃなくてあの高、ー、の爪ではいお願いしますねそうやって、えー、まあ,あー並べていきます感覚としてはですね、えー、小麦粉の1キロの袋だったらえー、まあ 何センチ間隔10センチは開けませんね、えー、5センチに1個ぐらいですね5センチ平方メートルに1個ぐらいずつのまあ,あ唐辛子を置いていくっていう感じになりますねはい、えー、まあの爪ね結構ね、あのー、そんなにあの安いもんではないんで業務用の,あのでっかい袋のを買った方がいいと思います。 はい、えー、ちっちゃいのだとねあのー、1袋に、まあ、100円とか150円ぐらいで売ってるんですけど、えーねーまあ、あ5個ぐらいしか入ってないんで、えー、とんでもない、あのー、値段がかかってしまうんでね鷹の爪はあの業務用の,あのでっかい袋に入ってるね、えー、のにしてください。はいいいよろししくお願まますす業務スーパーパなんかで買えると思います はい、えー。そういうことでございます。ごめん、ごめんなさいね。はい。えー、手ぶれしちゃいました。はい。そういうことで、えー、よくわからなかったみたいなんで、説明の仕方がね、えー、もう一回、まあ、ね、説明したいと思います、えー。袋は開けないでくださいね。 はいえー、中を開けて保存するんではなくて開けないまんま袋のまんま保存します真空パックはねとりあえず私してませんけど2年前の全然平気で食べられるんで大丈夫だと思います虫も今のところついてませんしカビも発生してませんでとりあえずねカビが心配な方はあー台所なんかには置かないでくださいね、はい、湿気の多いところには置かないでください はい湿気があまりなくてねカラッとしたね、えー、日陰はい、えー、日,日が当たらないところここに置いてください。 えー、よろしくお願いいたします。えー、これでだいたいわかるかなと思います。はい、えー、説明ね、えー、足りなくて申し訳ございませんでした。はい。えー、そういう感じで、えー、私は保存しておりますのでね。えー、これ、あのー、大丈夫です。本当に2年前の備蓄前、2年前の、えー、に買った小麦粉でも全く支障なく問題なく食べられております。はい。 ええー、まあ、参考にしていただければあ、よろしいかと思います。はい。えー、ちょっとね、衣装用のそういった、ダンボールはダメですよ。あれ、あの、湿気しちゃうんで、えー、ダンボールはやめてくださいね。プラスチックのです。はい。プラスチックの、えー、保存用のね、えー、まあ、ケースですね。をおご購入ください。はい。えー、まあ、そういうことでございます。えー、ほんね、まあ、いろいろとね、 えー、準備しなないないないいいとけけようなあ形なんですけどこれもね、まあ、備えあれば憂いなしで、えー、困ることにはなりませんからねいろんな物事を想定して、えー、こう来たらこうこう来たらこうみたいなね、えー、まるでね、まあ、囲碁とかね将棋のような世界になってますけどまあこう来たらこうみたいなねことを想定して、えー、やっていればあまあそんなに困ることにはなりません。はい、皆さん頑張りましょうね はい。今日も朝からあこんな話題で失礼いたしました。ということで。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。はい。今日も一日よろしくお願いいたします。ねえ、見てたー。おっきしましたか。うーん。かわいいですね。ねえ、やっぱりお眠ですかねえ。んーねえ、甘がみしてますよ。かわいいですね。うーん。 啊，你你你你你，你嗨。